4L です。今からパワーチェックをするときにね、前回オートマがね、これがね、勝手にどんどんシフトアップしていってしまって馬力が測れないということになりました。後輪だけ回ってても前輪が回ってないからね、チェックランプがついてしまいました。でね、そういうのを、避けるために、いいことを教えていただきました。私のね、YouTube 動画上げてるんですけどね、皆さんがね、いろいろと教えていただけるんですね。すごくありがたいです。あ、やってよかったなと思いましたね。これからもよろしくお願いします。いろいろと教えてくださいね。ダイナモードね、やってみます。一回、パワー入れます。10秒押します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あれ？今回1回やっただけでは。エンジンかけました。やってみましょう。ファンクションキー押します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、出ましたね。よいしょ。で、これね、アイデンティフィケーション、これ押すと、あ、しまった、ずれちゃった。まあいいや。シャーシーダイナモね、ここで1、2、長押しします。で、出ますよね、これ OK。 消えちゃった、消えちゃうんですよね、これ。もう一回やってみますよ。ファンクションキー1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、出ました。で、ダイナモード、シャーシーダイナモね、で長押し1、2、出ました。今度ね、ここ押してみますね。こいつ行くか行くか、ポチッとな。1、2、これね、オフのはずなんですね、これが。あ、 VSC がオフになりましたっていう表示だけですね。ここもね、 VSC がオフになったっていう表示だけ。それ以外ね、変更がないんですよ。ね。なんだかな。で、戻しますよ。プチって戻して。はい。VSC および TRC がオン、ね。戻りました。困りましたね。ということで、今度違う方法を試します。1回エンジン切ります。で、電源も落とします。電源落とすよ。カードは残す。車両電源オフ。電源落とすね。はい、電源が落ちました。さて、いきますか。まずね、スイッチ、まず一回押しますね。これ一回起動させます、電源。ね、電源を入れました。で、このスタートボタンをね、3回連打するそうです。1、2、3。そうすると、診断モードが有効ですっていう風になりますよね。で、診断モードが有効ですってなった時に、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いった。こうやってこのメニューを出してから、あの、ね、チェックランプがつくのがちょっと心配。こうしてからダイナモードいきますね。シャーシダイノで長押し1、2きました。で、この状態でこれね、押してみますよ。押します。ポチッとな。あ、向こうにしかならないな。
じゃあファンクションキー押してみますね。あ、なった。テストモード、テストモード。このモードは路上での走行に適しておらず技術者専用です。テストモードをオフにするにはイグニッションをオフにしてください。テストモードね。これでエンジンかけてみますよ。エンジンかかりましたね。テストモードのままでエンジンかかりました。ということはこのまま馬力測定をすればうまく馬力が測れるということですね。はい、これエンジンね止めれば元に戻るそうです。止めます。あ、一回リッピングしてみよう。車が身震いしてますね。ABS が切れてんだ。 ABS が切れててで VSC がオフね。蛇行運転のマークついてますよね。あれも切れてますって言ってね。まだ他にも パーキングブレーキまで機能停止してるそうです。やんちゃ仕様な、よくわかんないけど。でスタートボタンを押すとこれが元に戻ります。これはスケールが、メッセージ取ったら、な、もう一回エンジンかけますね。うん、チェックランプみんな消えました。問題ないということですね。もう一回やってますね。この状態でスタートボタンを3回、 1,2,3。 はい、これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 で、ここのメニューモードに来て、またファンクションキングを下ろして、シャーシダイノに行きます。で、ここを2秒押します。1、2。で、オフにしますか？一回押してみますね。あ、あそこを押すだけでいいんだ。なるほど。ファンクションキーをとこで押すだけでいいですね。うん、で、エンジンをかける。で、ここでスタビリティコントロールをオフにする。トラクションもう一回押して、なんだろう、トラクションなんだろうか。これトラクションでいいのか、さっきのように VSC オフでいい。ここはメッセージは一緒ですもんね。うん、
長押ししたら VSC オフになりました。これね、ここ長押し、さっきのね一回ちょろちょろっと押したらトラクションというのになりました。一回こうします、一回軽く押します、そうするとトラクションとなりますよね。もう一回押します、切ります、長押し1、2、3、長押しすると VSC オフになりました。ここね、なるほど、多分この状態でやればいいんですね。なるほど、ということでした。ではエンジン切ります。バイバイ。こっち。